皆さんこんにちは。怠け者の健康ビアチャンネルの星川です。いつも高評価コメントありがとうございます。皆さん、この度クラウドファンディングをスタートさせました。詳しい内容を載せておきますので、ぜひご支援よろしくいたします。皆さん、今回は怠け式姿勢改善スペシャルエクササイズを行っていきたいと思います。猫背、骨盤の歪み、すぐ足を組んでしまう、椅子に座るときに浅く座ってしまう、仰向きに寝たときに腰に隙間ができている、今言ったことが起こっていれば、この動画を最後までご覧いただいて、姿勢を改善していけば、ポッコリお腹の改善、身長が伸びる、便通が良くなる、基礎代謝が上がる、体のだるさが取れる、より若く見られる、以上のような効果が出ていきますので、これから私と一緒に体操を行っていきましょう。では皆さん、今から怠け式お尻上げ体操を10回で姿勢を改善し、骨盤を整え、ポッコリお腹をへこませていきます。それでは皆さん、仰向きで寝てください。今から3種類ゆっくりと10回ずつ行っていきます。説明を入れながら行いますので、一緒にやっていきましょう。では1つ目、まず両膝を立てた状態で両手を床について、このままお尻を上げていきます。そして下ろす、これを繰り返していきます。この時のポイントは、お尻を上げた時に肩の線がまっすぐになるように上げていくようにしていきましょう。それではこのまま10回ずつ行っていきますよ。皆さん、ご準備は大丈夫ですか？それではいきます。せーの、スタート。はい、では両手を床につけて両膝を立てましょう。そしてこのままお尻を上げていきます。いきますね。はい、1、はい、下ろして2、ゆっくりで大丈夫ですよ。3、4、3つの筋肉を同時に使っていきましょう。5、その調子です、頑張って。6、はい、頑張れ頑張れ。7、8、呼吸を止めないようにしましょう。9、あと1回です。はい、ラスト10、 OK です。それでは2つ目、2つ目もやり方は一緒ですが、お尻を上げた時に3秒間キープしましょう。1、2、3で下ろす、これを繰り返していきます。より筋肉に負荷がかかって、しっかりと鍛えることができます。頑張っていきましょう。皆さん、ご準備は大丈夫ですか？ではいきます。せーの、スタート。はい、ではいきますよ。はい、上げて1、2、3、はい、下ろして、これで1回です。2回目いきますよ。はい、上げて1、2、3、はい、下ろす。ここで腰反りすぎたりですね、低すぎたりしないようにしていきましょう。次3回目、はい、上げて1、2、3、はい、下ろしてみましょう。いいですね、皆さん頑張ってくださいね。はい、次4回目、はい、1、2、3、はい、下ろしましょう。はい、いい感じですよ、王様、頑張りましょう。で5回目、はい、1、2、3、 OK です。もしこの5回行った時点で体がしんどいって感じた方は、ちょっとここでね、休憩していただいて、そして次に行きましょう。次6回目行きます。はい、1、2、3、はい、下ろしましょう。行きますよ。はい、7回目、1、2、3、はい、下ろしましょう。あともうちょっとです。はい、次8回目、はい、1、2、3、はい、下ろしましょう。はい、9回目、1、2、3、はい、下ろしましょう。あと1回です。はい、いきます。はい、10回目、1、2、3、はい、下ろしましょう。 OK です。では最後の3つ目、次もお尻を上げていきますが、この状態から前足になっていただきます。足を開いてもらって、この状態でお尻を上げると、太ももの内側、お尻、お腹に効いていきます。この時のポイントは、足の面積が狭いので、しっかりと両足を合わせた状態で、しっかりとお尻を上げていきます。
そしてこの時にふらつかないように両手でしっかりとサポートしてあげましょう。そして下ろす。これを最後に繰り返していきましょう。それでは皆さん、いきますよ。せーの、スタート。はい、いきますね。いきましょう。はい、1。はい、下ろして、2。下ろしましょう。はい、3。もし擦りすぎないように気をつけて。4。はい、頑張れ頑張れ。5。体ふらつかないように気をつけて。6。あともうちょっとで終わりです。頑張っていきましょう。7。8。太ももの内側にしっかりと効いていきます。9。次でラストです。頑張って。10。OK です。皆さん、お疲れ様でした。皆さん、よく頑張りましたね。今、一緒に体を動かしていただいた方は、お腹とお尻と太ももをしっかりと動かした感じがあるかと思います。このあたりの筋肉が怠けていると、骨盤が歪みやすくなり、姿勢が崩れやすくなってしまいます。なので、この怠けている筋肉に刺激を与えてあげれば、骨盤がしっかりと動き、姿勢を正しくしやすくなります。ただ、体を動かすだけではなくて、筋肉の柔軟性を上げていくことも、怪我の予防にもなりますので、しっかりと体を動かして、健康的に美しく、10年後も歩ける体にしていきましょう。皆さんを応援しています。皆さんにお知らせです。こちらの動画も一緒に行っていただければ、さらに脂肪燃焼効果が高まっていきます。なのでぜひ一緒に行ってみてくださいね。運動はできてるけど、食事制限をどうしたらいいかわからへんというそこのあなた、 YouTube のチャンネル面の横にあるメンバーになるを押していただいて、怠け者の健康美容チャンネルの公式 LINE アカウントに登録していただければ、お食事に関することはもちろん、その他ダイエットについてのご相談などお受けすることができますので、自分じゃわからないという方はぜひ登録してくださいね。この YouTube を見ている方からコメントをよくいただくんですが、もっと皆さんでこのチャンネルを盛り上げていきたいので、どんどんこの下にあるコメント欄にコメントを残していってください。そして皆さんで情報を共有して、お互いに高め合っていきましょう。そうすれば皆さんのやる気もアップして、一人で頑張っていることがなくなっていきます。なので皆さんでどんどんコメントを盛り上げていってください。皆さんのコメントをお待ちしています。体操も頑張ってやってるけど、あんまり変化ないなぁという方は、当院のホームページから LINE 公式アカウントに登録していただき、そこから当院に直接ご LINE ください。そうすれば直接お悩みを聞くことができて、お体の悩みを解決することができますので、ご連絡お待ちしています。外で運動するのがめんどくさい、ハードな運動ができない、少しだけ体を動かしたいという方は、このチャンネルの体操エクササイズを行っていただくと、体が動かしやすくなり、血液やリンパの流れも良くなって、体の代謝も上がり、どんどん痩せやすい体になっていきます。ぜひ私と一緒に体操をしていただいて、より美しい体になっていきましょう。では最後までご視聴ありがとうございました。それではまた。